けるぞ。火事だ、逃げろ。見事なものじゃ。ナルサス教のような策士が味方とは心強い。まだ油断はできぬぞ。何しろ我らは広く少数なのだ。強いな。今のうちだ。あの門を突破し殿下と合流しよう。今日のところは引いてやる。ついに来たか。カーラン、私ならここだ。これ以上罪のない人を殺めること見過ごすわけにはいかぬ。アルスラン、ダリウンはまだか。このままでは殿下が危ない。これ以上の遅れは許されぬ。殿下の元へ急がねば。北へ向かう門は固く守られているか。周囲の将を倒して道を開くほかあるまい。ナルサス様より伝令、下の道にカーラーンが現れたとのこと。このままでは殿下が危険です。至急救援をお願いします。わかった、今向かう。門の向こうの連中と合流する気だな。そうはさせんぞ。まずいな、こんなところでは終われんぞ。手ごわいぞ、増援を呼べ。これで先へ進めるな。門を閉めろ。カーラン様の元へは行かせるな。立派な騎士であったお主がなぜルシタニアなどに膝を屈したのか、欲に釣られたとも思えぬ。理由があるならぜひ教えてくれ。知らぬがお主のためだ。このカーラーンを醜悪な裏切り者と信じて死んでいくがいい。アンドラゴラスの呪われた子よ。貴様の相手はこの俺だ、カーラーン。ダリュン殿下、よくここまで我慢なされた。あとは私に任せてお下がりください。青二歳が邪魔させる。相手はかつてのマルズバン・カーラン。一筋縄ではいかぬだろう。やはり守りが固い。木にでもぶつければ隙を作れるだろうか。あの方のためここ
で倒れるわけにはいかん。やはり強い。生かして捕らえたいところだが、それだけの余裕があるかどうか。俺こそがマルダーン・フ・マルダーンよ。どこにおられる？アンドラゴラス王は生きておる。だが王位はすでに奴のものではない。正統の王が即位なされる。正統の王だと？カーラン！死んではならん！我が隊はこの寄せ集めにやられたのか。ナルサス、偏屈で宮廷嫌いのこやつがつくとは。死ぬな、カーラン、生きよ。まったく、この王子は。お主の命令は聞けぬ。カーラン、殿下、アンドラゴラス王は生きておられるそうです。父上が？ルシタニア軍が今日まで王を生かしているとすれば、相応の理由があるはず。この先も無下に害を加えることはございますまい。アルスラン王太子殿下、ミスラ神殿に仕えしカーヒーナ、ファランギースにございます。先代のカーヒーナ朝の遺言により参上いたしました。我が名はギーム。王とエクバターナより殿下にお仕えするために脱出してまいりました。殿下、タハミーネ王妃様は私が脱出するまではご健在でした。本当か？詳しく聞かせてくれ。王と王妃は生きている。エクバターナに潜入し所在を確かめる必要があるか。誰にぶつかってるか分かってんのか。俺はエーラン・カーランの部下の。タリオン！追うか？うん、まずは俺一人で行こう。死ぬ前にアルスラン王子の居場所を吐いてもらおうか。うん。私一人なら組みしやすいとでも思ったから。
ダリュウ。死ぬ前にアンドラゴラス王の居場所を吐いてもらおうか。知らん、本当に知らんのだ。単なる噂でも構わん。お前自身のために思い出せ。どこかに幽閉されているらしい。もともとカーラーン様はごくごく側近にしかそれを教えていなかった。ルシタニアの将軍たちですらそのことを知らないのだ。タハミネ王妃、ルシタニアをイノケンティス7世と結婚する。と、ルシタニア兵が噂しているのを聞いた。王妃の結婚となればアンドラゴラス王の身が思いやられる。いずこの国であれ従婚が認められるわけもない。たとえ今生きておいででも結婚の障害になるとして害されるかもしれん。あるいはルシタニア国王でアンドラゴラス王の生命を引き換え王妃に結婚を迫っているかもしれない。もう少し情報が欲しいところだ。また別れて釣りをするか。ああ。何事か探っている者がいると聞いてな。知れ者、名を聞いておこうか。ダリュウ。こいつは傑作だ。あのバフリーズの王位か。教えてやろう。貴様の叔父バフリーズを殺したのはこの俺だ。アンドラゴラスの飼い犬めがそれにふさわしい報いを受けたわ。貴様も死に様を叔父に習うか。貴様もすぐに叔父のもとへ送ってやろう。この男は強い。戦い方を考えねばならぬな。奴の動きには隙がある。特定の攻撃を出したところを狙おう。奴を吹っ飛ばし何かにぶつけてやれば、あるいは守りを崩せるかもしれない。エラーンの老い、その腕は伊達ではないようだ。己、こしゃくな奴め。いよいよ本気ということか。物陰に隠れればかわせるが、なんという攻撃だ。何か落ちてきたな。このままでは危うい。
とどめだ。やけど。おいおい、名前も聞いてくれないのか。こちらから名乗るのは気恥ずかしいではないか。誰だ、道化者は。では改めて、我が名はナルサス。次のパルス王の世に宮廷画家を務める身だ。宮廷画家だと。芸術に無縁なお主は知るまいが、画聖マリの再来と人は呼ぶ。誰が呼ぶか。飼い犬とヘボ画家か、似合いだな。くっ、貴様二人まとめて打ち当たってやる。何事だ。ここは一旦引いた方が良さそう。ああ、そうだな。いずれまた会えるだろうよ。やつめ、恐ろしく腕が立つ。お主が来なければ危ないところだった。そんなことはどうでもいい。あいつ、俺をヘボガカ呼ばわりしたんだぞ。気に食わん。あの男、お重へのことをよく知っているような口ぶりだった。窮地の中か。俺もそれを考えていたのだが、どうも思い出せぬ。どこかで会っているのか。あの仮面は火傷を隠すためだけか。いや、おそらく他人に素顔を知られぬためか。わからん。だがいずれ決着をつけねばなるまい。アンドラグラスよ、聞いた通りだ。貴様の跡取り息子はカーラーンを殺し、まだ生きている。俺が誰だかわかるか。教えてやろう。聞き覚えのない名ではないはずだ。俺の名はヒルベス。父はオスロエスだ。ヒルメス。そうだ、ヒルメスだ。戦王オスロエスの嫡子で、貴様の甥だ。そしてパルスの誠の国王だ。貴様に焼かれた顔だ。よく見ろ、顔を背けずに。16年前に貴様が犯した大罪の証をよく見てみろ。俺こそがパルスの正統の王だ。ダリューンとナルサスは王都へ着いたであろうか。周囲を偵察しているエラムたちも無事だといいが、私も少しは役に立たないとな。このままではただの足手まといだ。やめてくれ。娘の命が惜しかったら素直に金目のものをここに持ってこい。財産はすでにルシタニア兵に差し出したし、回収もした。私には娘しか残っていない。嘘をつけ。本当だ。娘の命が惜しくはないのか。やめてくれ。やれ。やめないか。なんだお前。ふん、誰だか知らんが、みんなまとめて始末してやる。ここは私に任せて逃げよう。ありがとうございます。ですが、私たちだけ逃げるわけには。他の者たちも私。ふん、お前みたいなガキに何ができる。確かに私には力がない。だが目の前で苦しむ人を見捨てることなどできぬ。
ルシタニア兵は私が引き受ける。お主は逃げよ。私が相手になる。だから村人を離せ。ガキが生きがりやがって。待ちやがれ。誰か助けてくれ。当たってくれ。なんだお前、俺たちに逆らおうってんだ。へえ、俺とやろうってのか。どうかお助けを。東からもルシタニア軍が。わかった、すぐに行こう。おお、ありがとうございます。助けてくだされ。お主、早く逃げよ。ルシタニア兵は私が何とかする。当たってくれ。へえ、俺とやろうってのか。そこのお方、どうかお助けを。わかった、お主は安全な場所へ逃げ延びよ。当たってくれ。ケッ、ガキが偉そう。お前もまとめて始末してやる。これでルシタニア軍はいなくなったな。なんとか村を守ることができたか。
皆助けてくださると本当にありがとうございます。これはせめてものお礼です。どうかお受け取りください。なんだ、我が軍の兵がやられているだと。息を止め図に乗りよって許さんぞ。ルシタニア兵がまだあんなに。だが村は必ず守り抜いてみせる。なんでこんな目に。お主たちは必ず守る。だからもうしばらく耐えてくれ。またルスタニア兵が。いよいよこの村は終わりなのか。諦めてはならぬ。お主たちは必ず私が守ってみせる。
ない。なすべきことを。お前たち何をしている？エトワール様。今の行いを神の見舞いで申し開きできるのか？さっさとタイに戻れ。ん？お前はあの時のお坊ちゃん。お主はルシタニアの暴れん坊。エクバターナで会ってから3年か。お前よく生きてたな。真っ先に死ぬタイプだと思ってた。まあなんとか。部下の無礼は謝罪する。あの者たちは部下なのか。ああ、招待を預かっている。あの時とは立場が真逆だな。ルシタニア人はもうパルスの奴隷にはならない。奴隷にはしない。お前がしなくてもアンドラゴラスやアルスランはしただろうよ。パルスの愚民どもは悔い改め、皆イアルダボート教に改宗しなければならない。もしも私がお主たちの神様を信じられなかったらどうする？はあ？そんなことは起こり得ない。イアルダボート教に触れればその偉大さがわからないはずがない。人は平等というのならなぜエクバターナに攻め入ったのだ？何？パルスの奴隷制度を差別というなら、パルスの民たちへのルシタニアの行いは何と説明する？何をわけのわからないことを言っている。パルスは異教徒だから差別していいのだ。イアルダボート教の教えに従わぬ者に存在意味はない。だがいつぞやはお前を人質にして逃げ延びることができた。その借りは今返してやる。ここから去れ。この辺りは他の隊も通る。うろうろするな。わかった。報告は以上です、殿下。ありがとう、ナルサス、ダリュン。一刻も早く母上をお助けせねばならぬな。だがいずれにしても我々は少数すぎる。どうやって味方を増やせばいい？今までの国政において条理に合わぬことをなくす。殿下が将来そうなさることをパルスの民にお示しになるのです。王位の正当は地によらず政治の正しさによってのみ保証されるのですから。それもそうだが、もっと直接的な策略があれば。失礼ながら王者たる者は策略や武勇を誇るべきではありません。それは臣下たる者の役目です。あ、まずは殿下の目指されるものを明らかになさい。それが叶うよう我らは努力させていただきます。感謝する。よろしく頼む。ではまずはカシャーン城塞を目指しましょう。ホディール教の助力を得られればこの先動きやすくなるはずです。追っ手の数は500機といったところか。使徒多いな。400機までなら俺一人でもどうにかなるが。ナルサス教、ギーブの戯言など相手になさらぬことじゃ。殿下、しばしご辛抱くださいまし。まもなくダリューン卿がホディール卿の援軍を連れてまいるはずです。うわ、お見事。カシャーン城塞まであと少しだというのに、こんなところでルシカシャーン城塞を先行して求めていよう。ダリューン教が援軍を連れて戻るまで我らで殿下をお守りするのじゃ。アルスラーンがいるぞ。急ぎ味方に知らせねば。覚悟しろアルスラーン。伝令を逃がしたせいで敵が増えたのか。あいつらも撃たないと門は開けられそうにないが、高台に弓兵がいるな。殿下が狙われる前に倒しておくか。よし、門が開いた。美しき女神アシュ。
見つけたぞアルスランだ。報告を急げ。おや、また増援を呼ぶつもりか。懲りない奴らだ。アルスラン一党がいたのか。私も手伝おう。ルシタニアの横暴はひどいものじゃね。都を荒らし、信仰を押し付け、文化を焼く、すべては信奉するイアルダ・ボート神のためということらしい。イアルダ・ボート、もともと古代ルシタニア語で聖なる無知の意味なのです。彼らの神は信徒たちにこう約束したという。世界で最も美しく豊かな土地は彼らのものだと。勝手極まる話だな。ルシタニア人はそれを心から信じているのか。さて、信じているのか、信じるふりをして侵略を正当化しているのか。美しき女神アーシャ。美しき女神アーシャ。ここにいたか。もう逃がさんぞ。敵の数が多いゆえダリュン卿が心配じゃない。あの御神のこと万に一つもないとは思うが。ファランギースとの万に一つもないのであれば、代わりに俺の心配をしてはどうだ。お主のことはつゆほども心配しておらぬから安心するがよい。そう簡単に逃がしてたまるか、異教徒どもめ。あの門は今までのものと違うな。我々だけでは突破できそうだ。ダリューンの援軍をここで待ちましょう。殿下、兵の力を束ねればあの門も破れるはずです。ルシタニアの野営地がこのようなところに。急いでここを抜け、殿下と合流しなくては。罠が作動したから何かと思えば、パルス人どものお出ましか。かかれ。兵をここで失っては殿下に合わせる顔がない。急ぎ助け出さねば。確か西側に関所があったはずだ。西から回り込めば味方のところに戻れるかもしれん。ここが敵の本陣か。見つからぬように高台の上を通ろう。ルシタニアの奴らめ、ずいぶんな人数だな。殿下とナルサスたちが無事であればよいが。パルス兵だと。貴様どこから現れた。よし、早くホディール卿の兵らを助けよう。おお、ダリューン様、救援ありがとうございます。俺と会ったのが運の月だ。やしはせぬ。どうにか兵をまとめ直せたか。殿下のもとへ急ぐぞ。よくも好き勝手やってくれたな。このまま行かせはせんぞ。
今日のところは引いてやる。覚悟しろ、アルスラン。このままではいけない。あれは弓兵を束ねて攻撃すれば燃やせそうですね。よし、これで先に進めよう。殿下を早く見つけねば。遅くなりました。援軍を連れてまいりましたぞ。ダリューン、早速だが兵を借りるぞ。あの門を壊すには人手が必要でな。敵に援軍だと？黒い戦士、ダリューンか。気をつけろ。お前はここで終わりだ。もはや引くしかないか。ダリュン、よく戻ってきてくれた。殿下、ご無事で何を。これより先はこのダリューンがお守りします。俺たちも続ける。力を貸してくれ。よし、道が開けたぞ。ダリューン、あと少し遅くば。俺たちは奴らの神の身元へ召されておったぞ。すまない、予期せぬところで敵にぶつかってな。さあ殿下、カシャーンへと参りましょう。増援を受けて調子づきおって。王太子を逃がすな。
かからない。やれやれ、さてどうなさいますか。殿下どうぞお命じください。うむ、門を守る将を撃ち、まっすぐに通り抜けるということだ。手早く撃たれてくれると助かる。あなたこそ真のマルドーンです。俺とやろうってのか。門を閉じろ。何としてもアルスラーンを撃つのだ。伝令、敵の指揮官が現れたようです。北東の関所も封鎖されています。指揮官のお出ましとは好都合だ。そやつを撃てば追っては瓦解しよう。殿下、カシャーンはこの関所の先です。今一度兵の力を借りて突破しましょう。お力を貸してくれ。やしゃしー。敵の指揮官が健在では追っ手がやみません。急ぎ撃ちましょう。
すべきことを果たすまで。私は引かない。なすべきことを果たすまで。あと少し経ったのに。よし、どうにか逃げ切れそうだな。みんな、よく殿下を守ってくれた。それにホディールの兵のおかげで助かった。カシャーンに着いたら礼を言わねば。よくぞこのホディールを思い起こしてくださいました。感謝いたしますぞ。いや、お礼を言わなければならないのは私の方だ。先ほどの援軍、感謝する。もったいのございます殿下。私といたしましては、アトロパテネの敗北を知り、国王陛下と王太子殿下のご安否を気遣っておりました。ですが、私一人の力ではルシタニアの大軍に復讐戦を挑む術もなく、ただ心を痛めるだけでございました。自らの無力を歯がゆく思っておりましたところ、ダリューン殿が我が居城を訪れ、この私めに殿下への忠誠を示す機会をくれたのです。時に殿下、私には娘がおります。年は13。もし殿下のおそばに仕えさせていただけるなら、娘にとってもこれ以上の幸福はございません。それでこれからどうなさるおつもりですか。こうしている今も苦しめられている。王都の民たちを救わねばならない。私は自らの志と誠を示し、少しでも多くの援軍を集めるつもりでいる。おお。そのためパルスの政治で条理に合わぬ悪政を正すつもりだ。まず奴隷を解放しようと思う。なるほど、それが殿下のお考えですか。ああ、賛同してもらえるだろうか。もちろんですとも。さすがは殿下、革新的なお考えをお持ちだ。では殿下はこちらのお部屋へ。待て、私は殿下のおそばを離れるわけにはいかぬ。そう申されましても。ダリュン、ここは仕方あるまい。何かありましたらすぐにお知らせください。わかった。あの男、どう思う？ホディール卿の狙いは、娘を新王の妃とし、外戚として牽制を振るうことらしいな。本心が分かったからには、放任しておいてよいものではあるまいな。彼の戦力を考えれば、できれば今敵に回したくはないが。いや、バルコニーを渡るなど危険な。扉の前に衛兵がいたので仕方なかった。それでホディールは何と言ってきたのですか。私に二つの条件を出したのだ。一つは自分の娘を私の妃とすること、もう一つは奴隷を解放するなどというパルスの伝統を打ち砕くような過激な改革は慎むこと。それで殿下はどうお答えになりましたか。すぐには返答できない。明日中に返事をすると言っておいた。それでいいか。よろしいでしょう。おそらく今夜のうちにホディール卿は行動を起こすでしょう。殿下はすぐにでも出発できるご用意を。あとのことは私どもが片付けます。わかった。エラム、やってもらいたいことがある。はい。ナルサス様の指示は、急戦隊の無力化、詰所へ行き、すべての弓鶴を切るのがいいだろう。早く追加の弓を運ばないと、ホディール様に怒られるぞ。
あの木箱に弓が入っているのか。奴らを倒せば詰所の場所がわかるかもしれない。怪しい奴、ホディール様にお知らせしろ。ホディールに知られてはまずい。伝令は逃さず仕留めなくては。何が目的だ。まさか西の詰所を襲うつもりか。なるほど、詰所は西か。ここにある弓の鶴を切ってさっさと向かおう。ホディールにこちらの動きを気づかれた。失敗だ。では、殿下はこちらのお部屋へ。待て、私は殿下のおそばを離れるわけにはいかぬ。そう申されましても。ダリュウ、ここは。仕方あるまい。何かありましたら、すぐにお知らせください。わかった。あの男、どう思う？ナルサス様の指示は、九戦隊の無力化。詰所へ行き、すべての弓づるを切るのがいいだろう。早く追加の弓を運ばないと、ホディール様に怒られるぞ。あの木箱に弓が入っているのか。奴らを倒せば、詰所の場所がわかるかもしれない。ホディールに知られてはまずい。伝令は逃さず仕留めなくては。何が目的だ。まさか西の詰所を襲うつもりか。なるほど、詰所は西か。ここにある弓の鶴を切ってさっさと向かおう。ホディールが動き出す前に弓鶴を切りたいが、兵に邪魔をされては余計な時間がかかるな。そうだ、あのかがり火を使えば目をそらせるかもしれない。火事だ。火が大きくなる前に消せ。よし、この隙に先へ進もう。あの抜け道は、私なら飛べば届きそうだ。兵の数が多い。そろそろ詰所だろうか。あの向こうが詰所のようだな。見張りが来ないように扉を閉めておこう。あ、敵襲か。見つかったか。ここは強行突破するしかない。ここは片付いた。詰所の中に進もう。お前、ここに何の。全て読めたぞ。決める。弓があるのは奥の部屋か。木箱を開けて中を確認しよう。うまくいった。ナルサス様に報告しよう。アルスラン殿下。何事かホディール。
ダリューン・ナルサス、その他殿下のおそばにあって殿下の害となる者どもをこれから排除いたします。彼らがいずれ関心となり殿下と祖国に害をなすことは明白です。何をバカな。あのナルサスなる者、何故お父上のご不興を被ったとおぼしめすか。奴隷制度を廃止するとか、神殿の資産を没収するとか、貴族と自由民に同じ法を適用するとか、過激なことを主張したからです。それは考えあってのことであろう。考え、あのようなものに国政を欲しいままにされたらハルスはルシタニアに滅ぼされるよりもなお悪うございます。つまりお主は私にナルサスやダリューンを捨てろというのだな。いかにも。では聞くが、ダリューンやナルサスを私が捨ててお主を選んだとして、今度はお主を捨てる日が来ないとなぜ言い切れる。ナルサスの悪口をお主は言い立てる。だけどナルサスは私に一夜の宿を与えておいて騙し討ちなどしなかったぞ。みんなすぐにこの城を立つ。お待ちくだされ。せめて殿下のご乗馬の靴輪を我が部下に取らせましょう。王太子殿下に近づくに短剣を隠し持つとは何の言いあってのことか。もはやこれまでか。皆の者、王太子を捕らえよ。おとなしく出て行かせた方が貴様のためだぞ、ホディル。うるさい、黙れ。このままでは私は逆賊だ。そうなって黙るか。仕方ない。皆、アルスラン殿下を守れ。殿下